こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会一宮支部です。今日の料理はブロッコリーと鶏ささみのマヨネーズ和えです。今回教えてくださるのは大空さんです。よろしくお願いします。そして器はこちらになります。阿蘇市内巻にあります如月窯さんに貸していただきました。如月窯さんのご紹介は番組の最後に載せておりますのでぜひご覧ください。ということで、はい、今日はブロッコリーと鶏ささみのマヨネーズ和え、はい、では早速作り方をお願いします。お鍋にお湯とお酒を入れます、はい、ささみを茹でます、はい、そして人参とブロッコリーを切っていきます。では盛り付けです、うん、仕上げにごまをかけたら、はい、では今月のメニューの完成です、ブロッコリーと鶏ささみのマヨネーズ、はい、皆さんもぜひ作ってみてください。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。今回は阿蘇市内巻にある如月窯さんの器を使用しています。如月窯さんでは象眼や焼き締めの手法を取り入れた繊細で女性らしい作風が人気です。